はい、どうも、こんにちは。危険チャンネルです。今回は、ついに、待ちに待った、あのブツがやってきましたんで、開封から、ファーストインプレッションぐらいまで、やっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。まあ、あのブツはっていうかね、ファーウェイ P20 ライトです。僕が何回もね、動画出しましたね。グーシムセラー OCN モバイル1のね、800円のスマホです。 とりあえず開封していきます。いやー、ついに来た800円のスマホだよ。よいしょー。さあ、こんな感じで開けますよ。はい、こんな感じになっております。箱の中身はまず上から順番に行きましょうか。OCN モバイル1の設定等に関するご案内。そうか、NTT カードグループカード払いで毎月500円キャッシュバック。1年間で6000円もお得に。マジですか。 これすごいね。うわー、こんなのあんの。あー、ちょっと待って、これだけで動画出せそうですね。じゃあちょっとこういう風に折り目をつけまして、見てください。品名、ファーウェイ P20 ライト、そして OCN モバイル1、音声契約、数量1個、お値段800円。800円です。まあ一応ね、税込み864円になっております。あー、出た、800円のスマホ。 800円のスマホか。本当に800円なのか。800円でしたね。実際はそれでもやっぱ7000円とかそういうレベルだっけな。はい、じゃあこういうプチプチに入ってまして、まずは、SIM カード出てますね。OCN モバイル1の SIM カード。はい、SIM カードの取り扱いについてってこと書いてあります。で、裏面も注意事項が書いてありますね。見せられないけど、ちょっと外してみると、ここにほら、こうやってカードついてるの見えます。これちょっと外してみますね。裏を見るとこんな感じとなっております。全部これ、ほとんどこれですね。ナノ SIM とかマイクロ SIM とかミニ SIM とかって、こうパキッと折るだけで対応できるってやつですね。そして、はい、もうすでに見えてますけど、はい、じゃあ行きましょう。じゃん、とうとう来ました。 皆さんお待ちかねのファーウェイ P20 ライト来ましたね。目新しさはないんだけど、この衝撃たるや、価格コムでずっと1位をね、守ってきたあのファーウェイの P20 ライトが、なんとお値段800円。まだ売ってるから、もしこの動画を見て、うわー、800円かー、ね、という方、もしよかったら、まだ買えますんでね、即買いましょう。ということで、この動画撮ってるのは3月20日なんですけど、まあ、アップするのは3月21日か。キャンペーンは28日までなんでね、まだいけるかもしれない。では、開けていきます。よっ。じゃあ、行きますよ。行きますよ。はい、せーの。わー、来たー。 来ましたねー。来ましたねーっていうか、こういうのか。あー、なるほど。梱包はファーウェイの感じですね。あ、そういえばね、もうノバライト3の梱包の仕方、もう忘れちゃいましたけど、まあ似たようなもんなのかな。はい、じゃあちょっと開けていきますね。このピロピロをめくったら、ちょっと待って、まずはこれの本体です。本体は今ちょっと置いときまして、ここのでも置いとこうか。付属物が、この SIM ピン挿すやつと、P20 ライトクイックスタートガイド。あ、そういうこと。何これ、ファーウェイってこれお決まりなのかな。ノバライト3の時もそうだったけど、これか。あ、また入ってるし。ノバライト3の時もそうだったけど、ああ、これ型紙っていうことね。この TPU 素材のケース入ってるんですよね。これはめっちゃありがたいな。このままもう即使うから、とりあえずこの型紙外して、これですね。加工精度がどうとかっていう話もありますけど、まあ一応ね、ついてるんでね、とりあえずしばらくは何も買わなくていいってことで、ありがたいことです。あとは、まだまだあるね。あと付属物が、これはノバライト3と一緒かな。ちょっと大きめなコンセントで、タイプ C ですね。ここは、こっち側 USB なんだけど、これね、ちょっと待って、アンペア数が、出力が 5V か 6V の 2A か。ここにちょうどこうやって、ファーウェイのね、この文字書いてありますね。
それからタイプ C のケーブルね。僕の家にもねタイプ C ケーブルがだいぶ増えてきましたの、ね、でこれ使わないんでもう元に戻して、あとは一応ねイヤホンマイクも入ってます。はい、はい、ということで中は以上で、じゃあそうだな何しようかな。そしたらではこれを一旦外しまして、じゃあ待望のオープンいきます。よいしょ、オープン。おわーっと来た来た来ましたねこれ、うん、あー来ましたね、うん、今本当傷一つないツルツルですけど、いやー来たねとうとう800円のスマホ。第一巻。素晴らしいねこれやっぱり。あ、ちょっと電源入れましょうか。ちょっと待ってね。これは第一巻。うん。と電源入れましたけど。いやもう持った瞬間に第一巻素晴らしい、うん。素晴らしいですね。もう分かってたんだけど、質感がね、いいんだよね。これ、なんでだろう。なんでこんな質感がいいんだろうか。じゃあもう新品だからこれ、カバーついてるけど、ほら、このグラデーション。このグラデーション。何このね、ファーウェイのお決まりのこのグラデーションね。まだ起動中ですね。うん。ファーウェイの、いいね。言語の選択。よいしょ。日本語。そして SIM カードを挿入してくださいってなってるんで、しばらくちょっと設定しますね。ちょっと一旦設定しますね。いや、これは長くなりそうだぞ。はい。じゃあ、とりあえず、これで始めるに行きます。おー、来たね。来ましたね。じゃあちょっと一旦、このペリペリだけめぐらしてもらって、これでその後ちょっとお話ししましょうか。はい。よいしょ。来たね。おっと。来ましたね。この独特のツヤ。来ましたね。じゃあ設定は今後でしますけども、まず初感っていうんですか、素晴らしい端末です。800円だけどめっちゃ素晴らしい端末です。それは何かと言いますと大きさですね。大きさ、僕ちょっとずっと思ってることがあって、昨今のスマホって1台で何でも済まそうとするじゃないですか。それはまあいいことなんですけどね、1台で性能も上がったしね、何でもできるんですよね実際。調べ物とか、SNS の送信以外にも、動画を見ることに関しても、まあ、大きい画面の方がいいなとかね、もう動画編集までできたりとか、いろんなことに使える、まあ、その中で汎用性を求めて、まあ、どんどん大きくなっていくのはいいんですけど、僕はですね、どちらかというと、スマホっていうよりも、やっぱりこう、スマートフォン、スマートに持ちたい。人一台で全部賄うんじゃなくて、僕、常に毎日タブレット持ち歩いてるんで、まあ、要は動画視聴とか、まあ、いろいろなものは、タブレットの方に任せてるんですよ。で、スマホの方は、例えば、通話ですね。メールですね。LINE、Gmail、Twitter の、そういうソーシャル系の、まあ、ネットワークの連絡するような手段。あとは、まあ、写真。あとは、まあ、簡単な調べ物。それと、GPS 使ったマップ、ナビですね。そんなものかな。まあ、あとは、まあ、例えば乗り換え案内とか。本当にその身につけていて、こう自分の中でこう身につけていて、まあ、ポケットに入れて、さっと取り出せる、そしてさっと取り出してさっと使うっていう感覚なんですよ。じっくり使うっていう感覚じゃないんですよね。で、まあ、僕ゲームもあんましてないしね。なので思ってたんだけど、
まあ、iPhone のこともそうなんですけど、なんでこう大きいのばっかりに行くのかなってね、もっとねコンパクトでいいじゃないかというふうに思ってたところで、まあそれでもね、どうしても大きい端末大きい端末ってなってくるので、まあそれはね時代の波に、まあ、乗っかる意味で他のスマホは大きいのね僕使ったりしてますけど、やっぱこのある意味、まあこれ今サブ端末で、購入しましたけど、サブといえどもメインというか、要はこれ P20 ライトじゃないですか。でもう出しますけど、ダン、ノバライト3。ノバライト3と比べてもやっぱね、コンパクトなんだよね。めっちゃコンパクトなんですよね。で、まあ、強いて言うとですけど、強いて言うと、ここにですね、もう一個 iPhone、iPhone7 があるので、iPhone7 ぐらいまでコンパクトだと、iPhone7 と比べるとね、もうちょっとこういう感じなんでね。もう少しコンパクトになってくれると嬉しいんだけど、まあまあでもそれでも横幅がねこう横幅がないから、何ミリなのかなこれ、すごく握りやすいんだけど、うん、あこれはいいですね本当、うん、それとこの独特なこの何ブルーって言うんでしたっけ、クラインブルーって言うんでしたっけ、もうすごいとしか言いようがないです。まあ一応外観少しだけチェックしてみましょうか。はい、このファーウェイ P20 ライトの、まあ、今更感ですけど、まあ、この独特なこのグラデーション、それと、一応今流行りの、二眼カメラ搭載、そして背面に指紋認証、一応カメラはこれは 2.2 対1か、何メガのあれか忘れちゃったけど、一応デュアルレンズですね。で、出っ張ってますね。うん、iPhone みたいにね。はい、そして、こっち側に、右側のこっち側に SIM スロットがありますと。はい、で、あとは、あ、そして、充電してありましたね。最初から。60% ぐらいは充電してありました。あ、いいね。あ、なんか、ノバライト3と画面全く一緒なんだけど、うん、だからねすごい使いやすいというかもう慣れ親しんでます、はい、で、このディスプレイ縁が細いで、こう最初これ出た時はですね、こうまるでね iPhone X みたいな感覚なんですよね。見た目にもこう質感的にも、うん、独特な質感でね、あれなんかこういうのになっちゃったんだけど、これどうやったら直せるの？やばい、画面の外側をタップして、あーちょっと待った。何これ？なんか、ちょっと待って、今何か違う機能を使ってみた。あーなるほど。いや、これは UI は、こう、楽しめそうですね。そして、あった。これですよ、皆さん。僕、なんで iPhone がね、ヘッドホンジャックなくしたのかなって疑問なんですけど、やっぱこれあるに越したことないよねと思うんですよね。これとこれを兼用で賄う、もしくはね、Bluetooth のイヤホン使うっていうのもまあわからなくもないんだけど、でもやっぱ有線の良さっていうのもあるしね、うん、あと汎用性の高さとかね、うん、あとそうだね、ファーストインプレッションというよりもやっぱりこのしっくりくる感ですよね。これがまず第一かなという感じですかね。あ、まとめです。グーシムセラーで、グーシムセラーの OCN モバイル1の、で購入しました。お値段800円のスマホ、ファーウェイ P20 ライトが届きましたんで、開封したという動画でした。そしたらどうしようかな。また次ね、続きやっていきますけども、次はですね、細かく、どうしようかな。ノバライト3との外観比較を次はやっていきましょうかね。はい。ということで、よろしくお願いします。ということで、この動画の続きが気になる方は、ぜひ、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。ということで、引き続き、続きの動画も、よろしくお願いします。